こんにちは。今日はですね、キャプテンハルクですよ。我が青春のアルカディア。これ、まあ映画版なんですけども、これが DVD になっていたということでございます。まあこの我が青春のアルカディアに関しましては結構ね、見てる方がいるかと思うんですけども、今日紹介したいのは実はこちらではなくて、こちらのテレビアニメバージョンですよね。実際にはテレビ放映地上波ではされなかったと思うんですけども、オリジナルビデオだったのかな ?DVD になったのがあります。それが、無限軌道 SSX というね、キャプテンハルクを語るなら、まあこれを見とかないとダメでしょうということでございます。もちろんね、アニメ版のキャプテンハルクもテレビサイズのやつもね、あれもいいんですけども、こちらの方はね、銀河鉄道999に出てきた、あちらの巨大化版のね、でかい方ですね、緑の、ドクロマークの、まあ言ってみれば本物のキャプテンハルクの方だと思います。こちらの方が、よりキャプテンハルクを語るんだったら、無限軌道 SSX 見とかないとね、あの、トチローもまだね、生きている時のやつなんですよ。ね、でこのストーリーがあってこそ銀河鉄道999の方にもこうクロスマーチャンダイジングしているということでございます。こちらのね無限軌道 SSX 私もまだ見てないんですよ。ただこういうのがあるという憧れだけは知っていたんですけどね。で我が青春のアルカディア1を何回もか映画で見て、それを VHS にしたのを見たのと、あと原作本も読ませていただいたんです。非常に面白かったなと思います。原作本で何度も何度も語られているのが、あの、私はこれからハーロックになっていくハーロックだ。で、これから人間になろうとしている人間なんだ。人間に完成品はなくって、死に向かって死ぬ時が本当完成した時なんだよ。みたいなことをね、繰り返し繰り返し、あの、書かれていたと思うんですが、まあ、それをね、もっともっと噛み砕いて、キャプテンハーロックの人物像に迫っていく、混じり気なしの、キャプテンハーロックのストーリーだということでございます。これをね、前話分送っていただいたのと、あと最終話がね、このディスクの5枚目になるんですよね。私まだ全然見てないんで、これから非常に楽しみなんですけどもね。4枚目ですね。最終話、22話、母なる星地球へ、宇宙の勇者を永遠にと書いてます。この一歩前のストーリーが21話、戦いとちろ命果つるまでということで、多分ね、アルカディア号を作ったキャプテンハーロックの無地の親友、とちろが、死んでしまう時なのかなと思います。これはね、銀河鉄道999の方でも、とちろの最後は語られていたんですけども、こちらの方にね、鉄郎が出てきますね。鉄郎と、あとは、あの、トカーガの最後の少女ですか。多分そうだと思うんですけども、違うかな。うん。で、とちろがいて、で、エメラルダスっていう美女がね、なぜかとちろの奥さんなんですよね。これは本当面白いのが、あの、銀河鉄道999本編に出てくる、主人公の星野哲郎の、まあ、あの、なんていうんですかね、憧れの人というか、恋人というのか、なんかね、愛し合う女性がメーテルというのと、すごくシンクロすると思うんですよ。あの、短足、低身長、ガニ股、でも勇気がある熱い男、それが哲郎であり、とちろであり、そしてキャプテンハーロックね、マインドはみんな一緒だということで、同じような美女にすごく好かれているんですけども、確かキャプテンハーロックは彼女がいないですよね。でもいつも一緒にいる、あの、あれですかね、あの、なんて言いましたっけ、忘れましたけどもね、ミーメだったかな、うん、なんかそんなのがいたような気がするんですけども、うん、まあ、この SSX を見た後でこの我が青春のアルカディアを見るというのが、まあ、あのキャプテンハーロックファンの王道というかね、本当にごちそうさまという感じでございます。本当にあの、あ、出てますね、悪い人、ちょっとね、レンタルうちなんで、このシールが貼ってあって、ちょっとあれですけども、これもなかなか面白いと思いますよ。うん、まあ、あの、銀河英雄伝説とかが、本当に花開く前の、こういった小さなストーリーもね、田中良樹先生も見てたんじゃないかなと思いますね。うん、じゃあこれから見てみよう。楽しみですね。宇宙公共誌メーテルもね、見なくちゃいけないし、もう見るのいっぱいですよ。うん、ちなみに、男組の宣伝、今回もしときます。男組の CD は、これから、本当に手に入りにくくなると思います。あと、光源氏ですよね。光源氏の CD も、これから手に入りにくくなるんじゃないかなと思います。まあ、もしかしたらね、再販売で、ドバーっとね、1枚1980円みたいなのが、大量販売されるかもしれませんけどね。どうでしょうかね。はい。じゃあ、今回は以上です。ありがとうございました。